プロイトでございます。今回はですね、2017年から2019年のドラフト1位を全員マックス覚醒させた選手を集めたチーム、こちらのドラゴンズチームですね、対してオールセントラル、こちらは何も手を加えてないです。あの覚醒ですとかスランプですとかは加えていない、そのまんまのオールセントラル、どっちがね強いのかっていうのを今回は検証していこうと思います。ちょっとね、オーダーの方ざっくり見ていきましょう。2017から19のドラフト1位の投手陣ですね。基本的には、去年なので2019年のドラフトで1位だった選手を使っていきたいと思います。1、2回は佐々木選手で、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回みたいな形で、1回ずつに分けて、これらの選手を使っていこうと思います。なので、監督プレイで今回はやっていきます。で、逆にね、野手の方はね、少ないんですよね、ドラ1で取るケースが。なので2017年から2019年の3年間のドラ1を集結させてます。もちろんマックス覚醒させてます。1番近本選手、2番森選手、今年というか2019年の横浜ベイスターズの1位指名で、中日の1位指名、ヤクルトの1位指名という形で、まあ、1位指名しかいない、もう本当夢の将来を担うような人選となってます。ということで試合やっていきましょう。今日の注目、なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになるかと思われます。初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけれども、とにかく思い切って投げてもらいたい。まずはドラゴンズの先発、さあオールセントラル打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。まずはワンアウトを取っています。引っ張った、この当たりはどうか、ワンバウンドヒットになりました。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスは3番丸、ヒットでランナーを一塁に置いて3球目打ちました。レフトに大きな打球、これはどうか、レフトが取りました。2アウトです。バッターボックス鈴木、2アウトになっています。引っ張った、ここはフライになっています。森が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたが、里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか。まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。オールセントラル、マウンドに上がるのは先発の大野、バッターは近本、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。インコース詰まりました、この打球はフライになっています。坂本が抑えています。ワンアウト、バッターは注目のルーキー森、大野、まずは先頭バッターを打ち取っています。三振です。2アウトになっています。バッターは石川、2アウトランナーありません。見逃し三振、3アウトチェンジ。この回ドラゴンズ3人で攻撃を終えています。2回になります。オールセントラルの攻撃、5番バッター青木、見逃して三振です。まず1つアウトを取りました。バッターボックスは6番岡本、佐々木、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ライト方向を流しました、一二塁間を破る、ワンアウトランナー一塁です。バッターは7番に入っている村上、ヒットでランナーを一塁に置いています。あっと強い当たり、取れない。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー三塁二塁、インサイド落ちました、破りました、センター前、バックホームする、サードランナーホームイン。オールセントラル1点を先制しました。センター前のタイムリーヒット、1対0、ドラゴンズなおも三塁一塁のピンチです。ここで先制点を奪われてしまいました。まあ注意すべき相手でしたよね。タイムリーで先制点を奪われています。さあ打席には先発の大野が入っています。さあ次、ここは決まりました、見逃し三振です。これで犠牲フライがなくなってだいぶ楽になりましたね。はい、インコース詰まりました、小園が抑えて3アウトチェンジです。しかしこの回オールセントラル鮮やかな攻撃で先に点を取りました。1回は4番から始まります。村上が打席に入ります。
ドラゴンズ1点ビハインドで迎える2回の攻撃でインコース詰まりました。ここは打ち上げています。サードが構えます。岡本抑えてワンアウト。バッターは注目のルーキー佐藤。まずはワンアウトを取っています。さあ6球目は何か。見逃して三振になります。ツーアウトになりました。バッターボックス小園。ツーアウトランナーありません。初球打ち、これはどうか、取った、ランナー出ました。ドラゴンズです。ツーアウトランナー一塁。バッターは小深田。ヒットでランナーを一塁に置いています。次が6球目。打ちました、流しました。ここはフライになっています。最後はレフトフライ掴んで3アウトです。ビハインド。早々に予想外の降板となりましたドラゴンズベンチ。マウンドに上がるのは2番手の奥川。ツーボールツーストライクです。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。セカンドが構えます。取ってワンアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、一発があるバッターなんでね、やはり低め低めということになるでしょうね。なるほど、どういった攻めを見せてくるか。打ちました、いい打球だ。大きな打球になった。右中間真ん中破りました。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ワンアウトランナー二塁となりました。さあドラゴンズ得点圏にランナーを背負った場面です。まだ序盤とはいえこれ以上失点しないようにライト方向を流し一二塁間を破る。ホームに送球する。ドラゴンズさらにピンチになりました。ランナー三塁一塁となりました。さあそして打席には青木が入ります。さあこのピンチ見逃しで三振を奪いました。ツーアウトになっています。さあそしてバッターボックスには岡本が入っています。さあツーアウトながら得点圏にはランナーが。最後は高めのボール球投げてしまいました。ここでの失点は避けたいですね。まあそして勝負強いバッターが相手ですから甘いコースは特に禁物ですね。そうですね。ライトへ持っていった、掴んで3アウト。追加点は与えませんでした。ランナー出ましたがオールセントラル得点には至りませんでした。1対0。赤星さん、今日のボールなんですが相当切れてるんじゃないですかね。そうなん、引っ張った、取った、一塁へ、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の辰巳。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね。引っ張った、高い打球ライトへ、ライト掴んで2アウト。打順はトップに帰って近本。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました、流しました。さあどうだ、ヒットになった、ランナー出ました。ドラゴンズです。2アウトランナー1塁。2番バッター森、先ほども打席打ちました。これはどう、センターに抜けました。ドラゴンズチャンスになりました。2アウト2塁1塁。さあドラゴンズ同点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに振り出しに戻しておきたいところですね。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば同点。ホームに送球する、左中間へのヒット、これで3連打。打順は4番村上、チャンスが広がっています。さあドラゴンズ逆転のチャンスを迎えています。赤星さん、この村上対左ピッチャー、外のボール打った、ここは打ち上げています。掴んで3アウト。これから4回オールセントラルの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号18森下が3番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックスは8番相澤、先ほどの打席で先制のタイムリーを放っています。いや、打ちました、ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達、これでマルチヒット。厳しいコースには行ったんですがうまく打ち返されました。ツーベースヒットが出ています。いやー、コースは良かったんですけどね。さあバッターボックスには先発の大野が入ります。さあ追加点のランナーを置いた場面で、見ました、ファーボールで出ました。打順は1番に帰ります。バッター山田。ドラゴンズピンチを広げています。さあ右方向、これは上がりすぎたか。セカンドランナースタート、ワンアウトランナー二塁一塁。今のはキャッチャーの要求が良かったですね。でもまあ次のバッターはチャンスに強いですからね。ジャストミート、伸びていく伸びていく、
フェンスダイレクト。二塁ランナー三塁も回った。ボールは中継。セカンドランナーホームイン。オールセントラル追加点を挙げました。2対0になりました。ドラゴンズさらに三塁二塁のピンチが続きます。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。さあそして打席には丸が入ります。さあなおもピンチの場面。まあ勢いづかせると厄介ですからここは無失点で切り抜け。変化球打った。高いバウンド。ファーストが抑えた。そのまま入って一塁アウト。ランナー三塁二塁はそのままです。さあそしてバッターボックスには鈴木が入っています。さあツーアウトにはなりましたがまだピンチは出し、インサイド三遊間破っていく。ホームに送球。サードランナーがホームに帰ってきました。オールセントラル追加点。3対0。警戒していた相手ですがタイムリーが出て追加点を奪われています。まあ注意すべき相手でしたよね。試合中盤徐々にリードを広げられています。ここからの追加点は避けないといけないでしょうね。さあこの場面でバッターボックスには5番の青木が入っています。さあ5球目は何か。空振り。ここは空振りでアウトを取りました。この回点は取られましたがここで食い止めました。しかしこの回オールセントラル2点を追加しています。3対0。ドラゴンズ4回裏の攻撃になります。バッターは5番佐藤。先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。変化球空振り。ワンアウトです。バッターボックスには6番小園。先ほどの打席は俊足を見せつけての内野安打でした。大野まずは先頭バッターを三振に仕留めています。これでマルチヒット。ワンアウトランナー一塁となりました。打順は7番小深田。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に引っ張った。ファーストの横抜けました。ドラゴンズチャンスになります。ワンアウトランナー二塁一塁。さあドラゴンズ得点圏にランナーを進めています。まあ、ホームランも期待できるバッターなんで面白い場面になりましたね。なるほど、そうです。インコース詰まりました。ここは打ち上げています。インフィールドフライでツーアウト。バッターボックスには代打の清宮。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあここでできるだけ点差を詰めておきたいということでしょうね。さあここは2球目打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。取ってスリーアウトです。これから5回オールセントラルの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号15西がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。引っ張った。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスには7番村上。先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席インコース詰まりました。この打球はフライになっています。村上が抑えています。ワンアウト。バッターボックス相澤。今日はここまでマルチ安打を記録しています。もう打たせてはいけませんよね。これ以上バット際どいが、あっとフォアボールです。得点圏にランナーを進めています。このピンチ見事三振を奪いました。まあここは2アウトになったんでだいぶやりやすくなったんじゃないでしょうか。はい、三振で2アウトとなっています。いい形でアウトが取れましたね。まあ点差を広げられないように。打ちました。いい当たりだ。センターライナー掴んで3アウトチェンジです。ランナー出ました。赤星さん、バッターも一巡してますんでそろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。今日のストレートの走り具合や変化球。インコース詰まりました。ライン際へ打ち上げています。岡本抑えてワンアウト。バッターボックスは2番森。前の打席のヒットはしっかり捉えたいい当たりでしたよね。はい、バットが触れてますよね。いい変化球空振り。2アウトになっています。バッターボックス石川。先ほどの打席でヒットを放っています。最後はボール。フォアボール。ツーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。得点に結びつきやすくなるフォアボールのランナー、チャンスメイクです。引っ張った。これはどうか。セカンド取った。一塁送球。一塁アウトでスリーアウトチェンジです。ランナー出ます。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。
マウンドに上がるのは5番手の川野。見逃し三振、ワンアウトです。バッターは3番丸。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ワンアウトランナーなし。高めのボール、これはどうだ。川野アウト、際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは4番鈴木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。抑えきれませんでしたね。はい、ツーアウトランナーありません。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。レフト弾く、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー二塁。さあドラゴンズ、得点圏にランナーを背負った場面です。これ以上の追加点は避けたいですよね。高め打ちました、小園が掴んで3アウトです。ランナー出ましたがオールセントラル、得点には至りませんでした。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。6回の裏、追いかけるドラゴンズの攻撃。打席には5番バッター佐藤。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。よく見極めました、フォアボールです。ノーアウトからランナー出ます。このランナーを返したい。これはチャンスですよね。ノーアウトのランナーですから得点まで行きたいですよね。はい、さあこのランナーを返したい。打ちました、サード取った、二塁送球アウト。ここは二塁をアウトにしています。7番バッター小深田、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ゲッツー崩れでランナーは残っています。見逃して三振です、ツーアウトになっています。打席には8番バッター中村、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。ツーアウトランナー一塁です。インコース詰まりました、これはサードライナー。ランナー出ましたがドラゴンズ、これから7回オールセントラルの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。堀田が6番手としてマウンドに上がります。痛烈、これはセンターへ抜ける、これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは7番村上、いい当たり、小深田2塁を送ります。2塁アウト。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、目のいいバッターですからね、やはりストライク先行で早め、あっと外れた、フォアボールを与えます。高め打った、ショート取った、二塁送球、二塁フォースアウト、ダブルプレイ。ここでドラゴンズ代打を送ります。バッターボックスには代打の太田。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。見逃し三振、ワンアウトです。打順はトップに帰って近本、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。大野、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球打ち、ヒットになった、これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順は2番森、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。2球目打ちました、ここは打ち上げています、セカンドが構えます。山田が掴んでツーアウト。打順は3番石川、前の打席ではフォアボールを選んでいます。インコース詰まりました、山田が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがドラゴンズ、得点には至りませんでした。これから8回オールセントラルの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号13宮城がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターは山田、今日はまだ当たりがありません。前のこれはバット出ず三振です。まず一つアウトを取りました。バッターボックスには2番坂本、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもきっちり抑えたいですね。そうですね、
ワンアウトランナーありません。打席には3番バッター丸。先ほどの打席は見逃し三振、スリーアウトチェンジ。この回オールセントラル三者凡退です。8回の裏、さあドラゴンズ、この回は4番から始まります。村上がバッターボックスに入ります。今日はまだ2球目打ちました。高く上がった、この当たりはどうか、フェンス直撃、バッターランナーは2塁まで進みました。村上、今日の初ヒットがここで出ました。ノーアウトランナー2塁です。さあそして打席には佐藤が入ります。さあここは追い上げておきたい場面、ここでどこまで差を詰めていけるかでしょうね。ストレート打った、セカンドの左抑えた、一塁アウト、しかしこれは進塁打になりました。進塁打になりましたね。まあそして勝負強いバッターに回りましたから非常に期待がかかりますね。その期待に応えてほしい小園が打席に入っています。ストレート打った、センター前へ抜けていく、サードランナーホームイン、ドラゴンズ1点返しました。3対1、2点差に迫りました。ここで期待に応えました、点差を縮めます。やっぱりこういう状況でこのバッティングができるのは素晴らしいですよね。ここで得点が入りました。バッターボックス小深田、ドラゴンズ点差を縮めてきました。赤星さん、先ほどはいい形で打線がつながりましたね。まあしっかり狙っていたと思いますね。インサイド落ちました、掴んで2アウトです。さあ球数的にも多少きつくなってきたでしょうか。打順は8番中村、今日はまだ当たりがありません。2アウトになっています。バッターボックスには代打の安田。さあ赤星さん、期待のかかる場面となりました。そうですね、まあここで詰めておけると大きいですからね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。さて赤星さん、バッターの安田、制球定まっていません。2アウトながらフォアボールで満塁になりました。よく選びましたよね、チャンスは広がりましたね。オールセントラル、ここでピッチャーが変わります。一打同点の場面でマウンドに上がったのは今永。打順は1番に帰ります。バッター近本、ドラゴンズこの回1点を返しています。さあ2点を追いかけ、なおも一打同点のチャンスです。いい流れになってますから勢いに乗って、外の球打った、難しいバウンド、セカンドうまく取って、一塁アウトで9回の攻防です。ビハインドの場面で登板となりました。ドラゴンズの守護神宮川、まだまだ諦めないためにもここはきっちりゼロで抑えなくてはなりません。里崎さん、ズバリ流れを引き寄せるピッチングとは一体どのようなもんなんでしょうか。まあ三者凡退、インサイド落ちました、これはどうだ、レフトの前、あっという間にレフトへ、これで4打席連続のヒット、ノーアウトランナー一塁です。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。打ちました、センターへ打球伸びる、ここはフライになっています。センターが取りました。6番バッター岡本、今日はここまで猛打賞を記録しています。もうこれ以上打たせるわけにはいけませんよね。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重な追加点、入った、ホームラン、ツーランホームランが出ました。ドラゴンズその差を4点に広げられる重い一発となりました。追い込んでからのストレートでしたが、しっかり踏み込んで引っ張られた打球、スタンドまで運ばれています。バッターは7番村上、さあ2球目は何か、打った、これもいったか、大きな打球になった、センター下がっていく、下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。ドラゴンズその差が5点に広がる重い一発を浴びました。打ち返された打球は大きな当たりとなってスタンドに届いてしまいました。ドラゴンズ追加点を許します。6対1、バッターボックスは8番相澤、今日は2つのフォアボールを選んでいます。インサイド落ちました、ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。バッターボックスには代打の高橋。さあ里崎さん、ここで変えてきましたね。まあこれ以上点をやれないですよね、まあここ踏ん張りどこですね。そうですね、外れてフォアボール、得点圏にランナーを進めています。打順はトップに帰って山田。まあドラゴンズとしては
大きくリードされて厳しい。高めのボール打った。ここはフライになっています。取ってアウト。ツーアウトランナー二塁一塁と変わっています。バッターは2番坂本。先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ふわふわっと上がったライン際ですが、ここは打ち上げています。掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。しかし9回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてオールセントラルはピッチャーが変わります。背番号16原樹里が3番手としてコールされています。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか？とにかくランナーを貯めることですよね。そうですね。その展開インサイド、ライトへ打球伸びる。ライト掴んでワンアウト。バッターボックスには3番石川。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。打ちました。これはファーストライナー。バッターボックスには4番村上。先ほどの打席でライトへのツーベースヒットを放っています。ツーアウトになっています。最後の打ちました山田。これでスリーアウト。試合終了になりました。残念ながらドラゴンズ敗れてしまいました。赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね。ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああ、そんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。